気は、力なりは、16世紀から17世紀にかけての、イングランドの哲学者、フランシス・ベーコンの主張に基づく格言である。ラテン語では、サインティア・エポテンチア、英語では、ナレッジ・イズ・パワーと表す。なお、知は、力なりと訳されることもあるが、日本語の、知が、知識の他に知恵など広い意味を含むのに対し、ラテン語のサインティア及び、英語のナレッジは、 知識という競技に限定される。ノブム・オルガヌム表紙実際には、本項目の格言が一時一句そのままに、ベーコンによって記されたわけではない。しかし、ベーコンは同様の主張を少なくとも二度にわたって、叙述している。第一は、1597年に書かれた随想メドティシャンズ・サクレイ。で、ヘレシバスにおいてであり、そこでは、そしてそれゆえ、 知識そのものが力であるという文言がある。第2は、1620年に書かれた彼の主張、ノブム・オルガヌム第一巻、稽クにおいてである。当該箇所を下に示す。なお、強調及び、内の補足は引用者による。要約すると、ベーコンは、自然の振る舞いを観察、試作し、そこから推測できた知識を、精神の道具として実利に用いることを主張している。 ベーコンは、彼以前の西洋哲学で主に用いられた、演疫法ではなく、自然のしもべとして、自然に対する真摯な観測を重視した機能法を、提言しているのである。類似の格言は、すでに、旧約聖書、神言24章5節においてみられる。知ある男は、勇敢に振る舞い、知識ある男は力を発揮するが、それである。しかし、知識だけではなく、 知恵も同様に商用している点で、ベーコンの主張とは異なる。アメリカ情報認知局のシンボルマークこの格言に代表されるフランシス・ベーコンの思想は経験論を生み出し、現在の科学的方法の土台の一つとなった。なお、現代英語で科学を意味するサイエンスは、ラテン語の知識、サインティアを語源としている。なお、近現代の戦争において、 一層重要性を高めつつある情報戦を示す標語として用いられることがある。例えば、アメリカのダーッパンかつかで、テロリストの発する信号の傍受やテロリズムの活動を、監視を行うアメリカ情報認知局のロゴにこの、格言が示されている。ラクイラ大学応用科学生物学科のモットーはこの、格言に由来する。ジョージ・オーウェルのディストピア小説。 1984年では、作中の政府は、無知は力であるをスローガンとしている。ありがとうございます。